パフォーマーと水着のグループです。パフォーマーと水着、はい、そうなんです。だから水着の方もいるし、パフォーマーの方も出てくる。そうなんです。何をしてくれるんでしょうか。なるのか楽しみですね。はい、それでは行ってみましょう。楽しみでしたか、僕は。さあ、早速もう綺麗な方が、はい、はい、若宮ゆき、趣味は結婚でいいんじゃないのと友達から言われる松さん、外国人との婚約破棄2回の私です。今回は3月に誕生日を迎え、何か新しいことにチャレンジしたくて応募しました。いや、エロいな。年齢なんて関係ない。人生を謳歌するヒントを、何か与えさせていただける存在を目指します。外国人と結婚してそう。星付きがもうエロいっすもんね。前野美穂、今日は私の誕生祭です。全てを捨てて新しい自分に生まれ変わります。よろしくお願いいたします。はい、この方はでも何のコンフォーマーなんですかね。ちょっと今ここにも分かってましたね。やってきですよ。川崎静香、負けない心で明日もファイズン、楽しさ届ける川崎静香です。チーズンって覚えてズンズン。ランチキスターター時をかけるミート、4月13日から18日、下北沢激チカリバティにて舞台に出ます。よろしくお願いします。本橋亜子、マヤ歴アドバイザーです。マヤ歴アドバイザー、重ねるうち長いロードを歩いてみた。本日を迎えまして、はい、本日を楽しみたいと思っています。読めてないでしょうか。おいくつなんでしょうね、あの方は。大園真澄、このランウェイを歩く機会をいただきありがとうございます。50、60になっても欲張りにいろいろなことに挑戦し続けたいです。そして女性の力で日本を輝かせたいです。すごいですね、これは。あー、素敵な可愛いやつだったね、あれは。マイケ、現役タヒチアンダンサーで全く新しいダンスフィットネス、ホットフラのインストラクターです。自分らしい美しさを目指し日々研究中。最近は食べられるデトックス美容液にハマっています。あー、踊りたい昔です。いいな。おー、拍手お願いします。皆さん、もも内面美と愛犬美を磨いて目立した自分をサポートしています。イメージアップアドバイザー、カシナモモです。さあ、素敵ですね。アジアンビューティーという感じですね。もうちょっと嬉しい方でした。柴田玉木、去年からベリーダンスを始め、最近はステージで踊らせていただく機会も増えてきました。今日はランウェイを美しく舞いたいと思います。いや、審査員長が手を叩いております。これはいいですね。でも華やかですね。お綺麗ですね。スタイルがいいですもん。ちょっとキムヨナみたいな方出てこられましたよ。川井英子、歯科医師開業30年、ハーバード大学歯学部留学、今年60歳。60歳、最後の思い出作りの記念日に出場いたしました。60歳なんですか。60歳だそうですよ。スタイルいいよな。
50歳を過ぎてから運動指導士の資格を取り、今はスポーツジムでインストラクターとして働いています。ガールズフェスタに出るきっかけは、何でも挑戦し自分を高め自分の最大の可能性に期待したいと思い、今回応募しました。本日最年長62歳になります。62歳、はい。年齢を重ねても自分にできることを無理なく続けることが若さを維持していただくことだと思います。毎日健康に笑顔で過ごせる幸せをスポーツで皆様にお伝えできたら光栄です。全然見えないですね、62歳に。あ、いいですね、僕好きですよ、この感じ。森島美澄、美人的シャオリンチーゴン代表です。一人一人輝く新しい時代を一緒に作りたい、そんな思いに共鳴して参加しました。世界初の禅をベースにした美人的シャオリンチーゴン、世界中に届けたいです。シャオリンチ、気候と書いてシャオリンチーゴンと読むんですね。はい、そうなんですね。あ、ちょっと謎のベールに包まれた方、背中が綺麗ですね。助川由美子、ベリーダンスの講師をさせていただき、アリシアとして活動しています。ランウェイは初めての経験なのでとてもドキドキしていますが、温かく見守ってください。アリシアと声をかけてくれると嬉しいです。当日はベリーダンスの衣装を着ていきますので楽しみにしていてください。アリシア、皆様よろしくお願いいたします。綺麗だなぁ。大城マリア、20代前半の時に人に年を聞かれ、今が一番いい時期だねと言われましたが、私は違うと思います。いくつになっても今が一番いい時期でありたいと思います。彼氏が欲しい、結婚したい、今日はあわよくばこの会場でいい出会いがあったらいいなと思いやってきました。なるほど、出会いを求めてこられてるわけですね。よろしくお願いいたします。斬新なデザインの好きですね。それも木村商品が途中で死んだ。はい、それではここから水着コーナーに参ります。あー、いいね、ついに来ました。山田紅、ビューティーサロンを経営、主に若返り小顔作りのフェイシャルセラピストとして活動しております。趣味のサルサで筋肉をしなやかに引き締め、女性としての美を魅力を作り出せるよう日々心がけています。綺麗ですね、もう。わー、いいな、それサルサの動きが。ちょっと水着になったらやっぱ言葉が増えちゃいますね、どうしても。綺麗だなー。あー、もうどんどん、大沢明子、女性が自分らしく輝けるようアシストするグループブーケフルーリーの運営をしております。40代最後、今日は自らが輝けるよう応募しました。49ですか。はい、いや信じられない。よろしくお願いいたします。シーズスタイルもいいですね、本当に。49歳だそうです。いやー、夏目レイ、シングルマザーとして子育てとアーティストプロデュースに全力投球してきました。昨年長男の卒業を機に自分自身の可能性に挑戦すべく舞台女優としての活動を始めました。モットーはいつも前向き。すごい、お母さんなんですよね、あの人。そうなんですよ、ね、信じられないですね。さあ、以上。はい、パフォーマー水着グループの皆様に舞台に登場いただきました。はい、皆さんもう一度拍手をお願いいたします。はい、ありがとうございます。いや、ちょっといいですね、やっぱ水着の方々、やっぱ漏れなくいいですね。あ、ちょっと僕スーパーウーマンお話聞きたいですけどね。スーパーウーマン、ちょっと、あ、スーパーウーマンの方いいですか。
ベビーダンスの方も綺麗ですよ。シンフォルマの方、ちょっとお名前よろしいですか、もう一度。はい、青子さん、青子さん、おいくついらっしゃるんですか。74歳ですよ。かっこいいですね。ちょっと待って、74歳。さっき最年長62歳とおっしゃってて、74歳って、戦争を体験されてらっしゃるんで、3歳の時に引き上げてきた。ある意味スーパーウーマンですよ。皆さんもう一度大きな拍手お願いします。いや、ありがとうございますよ。ありがとうございます。いや、すごいな。帰るの惜しいでしょ。ね、でもちょっとお帰りください。そうですね、ありがとうございました。すごいですね、74。